でもう一つはですね、やはり、まあ、これから人生を、仕事とかね、もっと成功していきたいとか、もっと幸せになりたいとか、そういうようなね、欲望ね、いい欲望ですよね、持ってらっしゃる方、そういう野望を叶えたいというね方は、やはりですね、これから知らない世界にこう出ていくっていうことですから、やっぱりその知識が必要なんですね。で、私たちっていうのは自分が体験したことしか知らないんですよ。で、まあ、もちろん家族からいろんなことをね聞いたりしますけれども、その家族っていうものも自分とある意味似た人がいるわけですから、ですからどうしても自分が、知ることができる情報が限られますよね。ですから私たちはですね、体験によって知恵を得るわけですから、体験がこうある程度限定されますと知恵も少ないんですね。ですから本当にね、バカバカしいことで悩んでいたりするわけなんです。でもご本人はね、それに全く傷がつかないっていうことになります。ですからこう行きたいのにどうしてこう行かないんだろうっていうのは、まあ、悩みになりますけれど、その原因としては1、ね、自分のその深層意識、まあ、潜在意識ですねの中にちょっと歪んだものがあって、それが原因になってトラブルを作っている、ね、これが一番最初にお話ししたことですね、まあ、つまり問題という考え方です。で、まあ、これは、修正ができますっていう話しましたね。そしてもう一つあるんですね。二つ目はその自分がこれが正しいと思っていることが実はそこでは間違っているっていうようなことなんですね。ですからこれって意外と知られていないんですね。今やっているやり方っていうものはある状況下では OK、 これが正しい、これが正義とかね考えられるわけですが、でも全く別の状況になるときにはこれはダメなんですね。でもこれがほとんどの方は理解できない。ですから正義というものは常に正義だって思う間違いを犯すんですね。正義というものはやはり別の状況では正義ではなくなります。まあ、こういったことってたくさんあるんですね。こういったことは実際にその状況がですね、 A という状況から B という状況に変わる、まあ、これ、イメージで言うとこういう感じなんですね。これが A でこれが B です。そうすると悩みになるのはこの A から B にこの変わるこの途中あたり、そして大きな問題になるのはこれをちょっと行き過ぎちゃったこのあたり、大きな問題になります。ですからここのあたりっていうのはある意味体験してないので、自分では何が問題かわからないってことなんですね。こういうたくさんの情報知識っていうものを、まあ、実際問題になる前に得ることができるプログラムがあります。これが私たちが提供している、フラクタル心理学のマスターコースっていうものなんですね。